仕事をこっそり抜け出してきたのでな。ではさらば。エド、あれどうしたのみんな。いや、嵐が通り過ぎた。どこへ行くんだダブリス。ああ、アルトも話し合って先生のところへ行こうってことになってさ。お、やっぱ怖いよ兄さん。僕たちきっと殺されるよ。耐えろ弟、俺だって怖いんだ。あんたたちの先生ってダブリスとはまた随分と遠い。どの辺なの。ここ南部の真ん中あたり。なんだ。ここよここ、ダブリスの手前、オートメイルの聖地ラッシュバレー。一度行ってみたかったの。連れてって連れてって連れてって連れてけ。一人で行け、そんなところ。誰が旅の費用を払うのよ。俺にたかる気か。まあまあいいんじゃない、ついでだし。しょうがねえな。やったばっちゃんに電話してくるね。うん、ありゃいい嫁さんになるぞ。俺に言うな。まあうちの嫁さんほどじゃないけどな。じゃあパパ行ってきますよ。パパ今日は早く帰ってくるの。どうかな、パパお仕事いっぱいだからね。でもなるべく早く帰ってきちゃうぞ。遅刻しますよ。ウィンリーちゃん今日出発だっけな。仕事で見送りに行けないけど元気でな。ヒューズさん本当にお世話になりました。セントラルに来た時はまた必ず遊びに来てくれよ。自分の家だと思ってさ。それとあいつらにもよろしくね。はい、パパ頑張ってね。いってらっしゃい。来れる覚悟で聞いて聞いて聞いて。短い人生だったな。せめて彼女だけでも作っておきたかったよ。あんたたちの先生って体を取り戻したら食べたいものリストにちゃんと入ってるもんね。作り方教えてもらったから、アルの体が戻ったら焼いてあげるね。やったヒューズさんもグレイシアさんもすごくいい人だった。ヒューズ中佐って親バカで世話焼きで鬱陶しいんだよな。いつも病室に兄さんをからかいに来てたよね。ほんとね。仕事が忙しいって言いながらしょっちゅう見舞いに来やがんの。今度何かお礼をしなきゃね。ああ。オートメイルだね。本当だ、みんなも見てみろ。おはいや、ちょっと、お、ちょっとやめろ、研究熱心だわ。たく、これだからオートメール技師ってやつ。あれ、どうしたの。ない。何が。国家錬金術師の証、銀時計がない。そりゃきっとパニーニャの仕業だ。パニーニャ、観光客をカモにしてるスリだよ。そいつがどこにいるか知らないか、大事なものなんだ。教えてやってもいい。だがその代わり、もう一度兄ちゃんのオートメイル。ドミニクって名のオートメイル騎士。